家庭菜園肥料になるのかシリーズ、イエーイ、まあ、シリーズでもないけど、うん、肥料が高いので、うん、肥料の代わりになるものをいろいろあげてみました。だな、はい、こんなものも肥料になります、あんなものも肥料になります、うん、節約万歳、イエーイ。本編どうぞ。こんにちは。こんにちは。岩崎です、ポカポカと暖かくてですね。暑いぐらい。うん。まあまあ T シャツの半端やもんな。そう。靴下もいらんぐらいよ。真夏の格好やな。そう。暑いの。暑いよね。まあ、うん、本当はねだから今日あの午前中、今日は日曜日なんですけど、うん、午前中にあの畑ねこうコーンかけてみたいなのを考えてたんですけど。うん、明け方にものすごい雨が降って、結構降ったみたいね。もうちょっとべちゃべちゃやからやめました、うん、明日やりますね、うん、このあったかいので多分乾いてくれるでしょう。一気に乾くよね、うん、で、今日はですね、はい、肥料が高いと。高いね、うん、なのでまあプロ向けではないですね、家庭菜園向けの、うん、はい、こんなもの肥料になりますよシリーズ、シリーズではない、うん、ではないな、こんなもの肥料になりますよ動画です。イエイ、まあ、早速いきます。はい、一つ目、米ぬかです。米ぬかね、米ぬかね、あれ最近やとね、あのコイン精米所とかあるやん。あ、あるあるある、あそこ横溜まってるやん、うん、ご自由にお取りください、結構多いやん。あるね、パクってきたり、うん、今うちはね米ぬかないけどね、はい、うん、米ぬかをそれ取ってきて、でまあぼかし肥料とかね、その発酵資材として使うっていうのもあるんやけど、うん、もう畑直でもいい、うん、あの追肥とかはあかんで、うん、発酵するからな、うん、だから土作りの段階で、だんだん寒くなってくるしな、うん、畑こう巻いて、あんまり巻きすぎたらあかんけどな、うん、あのほどほどに薄く巻いてこうやると微生物が活性化しますね。わっしょいわっしょい、イエイエイエイ、ね、微生物がわっしょいわっしょいしだして、あんまり巻きすぎると大暴れするんで、うん、まあ、でもそうやってね、あの土壌の微生物を活性化さすのと、あとリン酸がちょっと入ってると思うんで、ね、そういう意味では肥料になるかなと思います、うん、で、米ぬかに関しては詳しくはこちら、結構いっぱいあげてるよね、 こちらあ、そっちはないな、あ、こちら、うん、じゃあ、まあそんな感じでね、はい、米ぬかは肥料にできますよということですね、うん、次2つ目、はい、これです。何これ？乾燥剤です。お、食品の、お、うん、乾燥剤もね2種類あって、はい、1つが既石灰って言って、うん、石灰ね、あ、石灰、うん、それはあの既石灰のままやとちょっと危険なんですけど、うん、乾燥です、あのあれ水分吸い込んで、小石灰に変わるらしいのよ。小石灰は普通に畑巻いてもええやん、うんうん、あの土壌改良剤というかアルカリ資材やね、うん、カルシウムですね、うんうん、あとはあのシリカゲル、なんで死にかける、お、死にかけるとちゃうなんかそんな聞こえるわ、わしゃもうあかんみたいなそうじゃなくて、死にかけるってあの透明の玉みたいなやつあるね、うん、あれはあの二酸化ケイ素、ケイ素、うん、ケイ酸やな、うん、ガラス質というかもみ殻の成分みたいなもんやな。お、だからあの稲の成分でもあるから強くなるよね、植物がね、それをまあ巻くのもいいかなと思います。いいね、はい、まあやったことないけどね。そうだね、肥料分として集めようと思ったら結構な量だよね。そうだよね、あの海苔のパックはな、あれちょっと大きいよね、海苔のパックとか海苔 の筒状になってる、あれに入ってる乾燥剤はでかいね、うん、あれ大きいよね。まああの家庭菜園クラスやったら巻いてもいいんじゃないだよね。畑に巻こう思ったらちょっと膨大にいるけどね、うん、っていう、それ専用の肥料買わなきゃいけない。そうだね、まあ2つ目がそれですな、はい、次3つ目、はい、だし柄です。だし柄、だしを取るといえば、はい、昆布、うん、鰹節、うん、あとは椎茸、おお、まああとこういうのもあるよね、煮干し、おお、煮干しね、これ田作りって書いてます、はい、なぜ田作りか、田作り、はい、なんででしょう、田作り、田んぼ作るんか、お、正解、イエイ、要はあの肥料になるってことよ。あ、昔はこういう小魚の畑巻いたのよ、うん、田んぼで巻いたのよ、うん、だからこれ関東風に言うと田作りや、うん、大阪ではね、ごまめって言ってね、ごまめ、うん、字はごまんに米って書いて、ごまん米、でごまめ、うん、要はお米がいっぱいできるってことだね。おお、なるほど、うん、飛行機飛んでるな、
うるさいな、うん、まあ、だからまあこれね、あの肥料になるんですよ。いいね。で、うちの場合は賞味期限が22年の1月17日、はい、あ、お正月、はい、うん、もう切れてるんです。はい、まあ、切れてるから食べるのはどうかと思うけど、あの、うん、畑に巻く分にはね、あ、いいしね。もうおばあちゃんの得意技ですわ、賞味期限切れという必殺技が使われたんで、しゃあないね。ちょっと粉砕、細かくして、いや、まあこのままでも別にいいよ、うん。で、あと、あの、だから出汁を取った後のね、出汁柄、かつお節にしても、あと昆布にしても、ね、あ、昆布ね、うん、椎茸はちょっとね、あれやけどね、ね、もったいない、うん、もったいない、まあ、肥料として巻く分には問題ないかなと思います、うん。どれもアミノ酸がね、あって美味しくなると思う。美味しそう、うん。あとは、魚粉やから、早い話やな、魚かすやから、うん、窒素分とかがあったりして ね、うん。で、あの、昆布の方も旨味があるんで、うん、まあそんなに昆布はね、あんまり巻くほどもあれやけどね、まあまあ捨てるんやったら畑巻いたらいいかなと思いますね。うん、これが3つ目ですね、出汁柄、うん。次4つ目、食べかすですね。食べかす、食べかすというか、はい、生ゴミとかをね、うん、コンポストに入れて肥料にするっていうのもあるんやけど、はいはいはい、それはうちは横着栽培なのでしませんので、うん、はい、そのまま肥料として巻けるものだけを紹介しますね、はい、うん。で、これはあの有機石灰、これ、うん、柿殻石灰なんですけど、はい、まあ要は柿の殻やね、柿の殻、はいはいはい、なので家で食べた貝の殻とか、うん、エビの殻とか、はいはいはい、あとはあれか、何やったっけ、カニの殻とか、うん、あとはまあ骨はね、あの骨、鳥の骨とかやったら結構分解してくれるみたいけどね、うん、あ、そうなんよ、うん、まあ砕かなあかんけど、ね、そうだよね、まあそれで巻いたらそれなりに肥料になりますな、うん、そうなんだ。エビ殻とかカニ殻はキチン質とかが入ってて いいね、あの連作障害を予防する放線菌とかが広がるんで、うん、それはいいよね、うん。あと、まあ、エビ殻とかカニ殻と同じ効力を持ってるのが、子供たちが買って死なしてしまったザリガニとかカブトムシ、クワガタ、オオクワガタも死んでしまえば肥料になります。キチン室たっぷりですマジか。そうよ、昆虫はキチン室でできてるの、うん、まあ、そういうのもあるね。食べかす的にはね、うん、そういうのはよろしいんじゃないかと思いますな。次にですね、食べかすシリーズでいくと、そのままパッと巻けるのは、うん、バナナの皮ですね。あ、バナナの皮ね。バナナの皮、うん、バナナの皮はね、あの、うん、窒素リン酸カリとかね、わりかしまんべんなく入ってて、しかも黒くなってすぐ分解するのよ。あー、なるほど、うん。だからもうその家庭菜園でもおっさんがバナナの皮巻いてるとこ時々見かけるよ。そうなん、うん、だからそれなりに肥料になる。あ、いいんだ、うん。なのでバナナの皮はね、肥料になりますよ。いいね、うん。男そんなん、あ、すぐ腐るか。腐るというか、あのうちのね、はい、何端もあるような畑でね、そんなバナナの皮巻ききれへんの。確かに家庭菜園限定の話だから、人腐スーパーで、ね、売ってるやつ、うん、食べたところでそんな量にはならんから、確かに。ただまあ捨てるんやったら、うんうん、畑に巻いたらっていう、うん、話ですね、はい。ね、その食べかすシリーズでいくと、あと、うん、卵の殻な、あれもカルシウムやから。あ、そうか、うん、あれも粉々に粉砕して、うん、入れとけば肥料になるんじゃない？いいね、うん。ま、肥料になるシリーズね、うん。まあ、あとなんかあるかな。昔はね、家庭菜園パパもやってた頃は、はい、植物は土に変えるんやから、うん、入れとけばええって、何でも入れとけばええと思ってたんやけど、何でも入れちゃダメです。炭素率っていうのがあって、炭素率が高いと分解するのに窒素を使って分解してしまうから、うん、土地の窒素がなくなるわけよ、はい。窒素っていうのは、畑のご飯なので、ご飯、植物のご飯なので、はい、それがなくなると育たないのでね、うんうん、すぐヒョロヒョロの大きくなるな、うん、もうちっちゃいなヒョロヒョロの、あの、ね、野菜が出てきてすぐピッと花咲いてしまうのは、うん、肥料不足だよね。なるほどね、うん、自分が成長できないと思った瞬間、栄養成長から命をつなぐ繁殖成長に変わって花を咲かせてしまう、うん、そういうのがあるんでね。なるほど、これもまた改めてどっかで動かしようか思うけど、はい、うん。で、そんな感じでね、うん、まあ、家のあるもの肥料になりますよと、ね、肥料高いもんね、買ったらね、うんうん。最後ね、番外編です、はい、ミミズです。え、ミミズ
虫、はい、ミミズが、まあ、折ったらミミズは土ね、うん、食べていいっていうね、うん、あの おしっことかうんこで、そう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 、ね、窒素分出してとか、うん、そういうのがあるんやけど、そうじゃなくて、うん、ミミズの死骸、死骸、うん、あまり見たことないの、見たことない、うん、だからあの雨降った後とかでさ、でっかいミミズ山とかにおるやん、あれ捕まえてきて、うん、そのままもう畑まいとくねん、おなら、まあ、鳥が寄ってきてついばめば鳥がうんこするから鶏糞がまかれる、あ、うん、でもそのまま食べられなかったとしても、うん、ミミズってすぐ分解するねん、あ、そうなんだ、すぐ分解して窒素肥料なんだね、おだミミズ肥料っていうのもありですよ、お確かに死骸は見たことないな、そうやろ、うんうん、ほとんどないね、まあ、すぐ分解されてんだな、そういうこと、そういうこと、うん、なのでね、もう一遍おさらいしますと、はい、一つ目に米ぬか、はい、ね、米ぬかも綺麗になるよ、二つ目に、何だっけ、あ、乾燥、そう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 、で三つ目がだし殻、うん、四つ目が、食べかすの貝とか、ね、カニとか、うん、カブトムシとか、うん、カブトムシ食べないけどね五つ目に、バナナの皮、うん、で最後が何だっけ卵の殻、そうそうそう、うん、で番外編にミミズですな、はい、まあ、他にもね、あのいろいろあるんですよ、コーヒーカスとかね、おお、うん、前やったね、うん、だうちもあの肥料になるのかシリーズっていうのをね、うん、昔やったね、やったんですけど、うん、その動画は概要欄に貼っておきますので、はい、もしよかったら見てください、また見てください、うん、ということですな、まあ、あの肥料が高いとはいえ家庭菜園やからな、いいものを作る場合はちょっとした肥料は買った方がいいと思うけど、そうだよね、まあでもあのもったいないんで ね何でも土に返すという精神はいいと思いますね、ちょっとでも最後は人間も土に返るので、はい、土に返す練習をしときましょうか、はい、何のこっちゃ分からんけどおしまいです、はい、それでは皆さんさようなら。